はい、こちらがですね、キーロビンゴールドプロスタッフからね、発売されてます、車のですね、ガラスの油膜取りのね、商品なんですけども、キーロビンっていうね、商品非常に有名で、僕もね、過去に使ったことがあるんですけども、そのキーロビンのですね、アップグレードバージョン、ハイグレードバージョン、キーロビンゴールドということで、油膜のね、取れ味が、キーロビンの約2倍の威力がね、あるということで、アマゾンでね、購入したわけなんですけども、早速ね、中身の方を見てみたいなと思うんですけども、多分ね、使い方はキーロビンと全く同じだと思うんですけども、よいしょ。取れ具合がね、倍になってるということで、非常に楽しみですね。はい。で、中身ですね。まあ中身は黄色瓶と同じですかね。よいしょ。はい。黄色瓶ゴールドということで、まあ、デザインがね、黄色瓶の容器の上に、このゴールドのデザインを施したっていった感じですかね。そのままですね、はい、で、これと施工用のスポンジがついてますよと、はい、中身は以上ですね、はい、で、使用方法、まあおそらくね同じだと思うんですけども、まずはですね車の、ガラス面の汚れやね、汚れやホコリ、泥汚れなどを水できれいに洗い流し、そしてこの黄色瓶をですね、本体をこのスポンジにつけまして、窓ガラスをひたすら磨いていくと。で、最後ですね、残った液剤をガラス面にね、残った液剤をきれいな濡れタオルなどで拭き取ってくださいと、洗ってね。もう使い方は同じですね。で、内容量が、これも何回か使えると思うんですよね。結構量が多いので、1回でね、なくなることっていうのはないと思うんですけども、内容量が 200g。ということで、酸化セリウム、ガラス系ナノパウダーを含んでますよと。で、中性の、除去剤ですと。ということで、パッケージには書いてます。で、あとね、まあ、微細な傷を取り除く効果もあるみたいなので、まあ、目にはね見えないレベルだとは思うんですけども、そういった小傷も取れますよと。で、油膜以外にね、まあ、古くなった、窓ガラスのねワックス剤とかコート剤の除去っていうのも当然一緒に除去されますので、ガラス面をねフラットな状態に戻すことができますよという、商品ですね。で、またね、こちら次回使用するときにね、実際の使用方法の動画も撮影したいなと思います。以上ね、ガラスの油膜除去剤キーロビンゴールドの開封動画でした。